インフォメーション。F 南南海放送ラジオでは、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 F 南を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と順次結んでいっております。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市や町などの情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日は伊予市と松山市と、まあ、いろいろあるんですけどね、その話題をということで、いやーもう T シャツアート展、これもう毎年話題になるでしょ。青い空、青い海、潮の香りのする、まあ、そんな風を吹くね、白い T シャツがたなびいてね、瀬戸内 T シャツアート展の作品募集が始まりましたよという、そんなお話を運営メンバーの中村ふぶきさん、お電話でお伺いします。中村さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、この瀬戸内 T シャツアート展、これどういうイベントなんでしょうか。はい、真っ白な T シャツをキャンバスに見立てて、うん、年齢制限なしで、テーマや表現方法は自由、それぞれの感性で描いてもらったイラストや写真を作品にして、それを募集しまして、うん、全ての作品を二見バイシンジ、堀の内で巡回展示するイベントですね。ほう。で、参加いただいた、すべての展示期間、作品を展示期間中にご来場いただいたギャラリーの皆様からの投票によって、優秀作品を決定します。あー、なるほど。人気投票みたいなのやるわけですね、じゃあね。そうですね。あー、海岸とか、まあ、公園とか、そういったところで、みんながデザインした T シャツがひらひらと展示されると。あ、いいですね。そうですね。うん。これ、もう結構やってますもんね、中村さん。そうですね。今年で9回目の開催なんです。9回目。はい。ということは、もうラジオの前の皆さんも、ああ、1回行ったことあるという方もね、いると思います。そうですね、多いと思いますね。ねえ。これまでで、まあ、8回もやってるという、中村さんの印象に残っている作品もあると思うんですが、例えばどんな作品があったんでしょうか。そうですね、うん、2年前から僕は携わらせてもらってるんですけれども、ほうほう、北見の海から見える夕日にこう水晶を重ねて撮影された写真が作品として展示させてたんですけれども、うん、これがとても綺麗で、すごいユニークな考えだなと思って、すごく印象的でしたね。うん、はあ、よく考えますね、みんなね、それね。そうですね。この構図というか、なんというか。はい。水晶か、そうか。で、その、撮った写真を、T シャツにプリントしてくれるんですよね。はい、そうです。なるほど。だから、撮った写真ですとか、皆さんが描いたデザイン画が、そのまま、T シャツにプリントされますよということなんですって。はい、ねえ。いやー、僕ね、中村さん、はい、高校時代美術部だったんです、こう見えて。お、はい。一個も作品ないんですけど幽霊部員だった、まあでも関心はあるんですよ、そういうアートな世界っていうんですか。あ、はい、はい、うん、大好きで、はい、いや、行きたいというよりも自分も参加したいですね、これね。ありがとうございます。ぜひご参加ください、はい、ね。で、T シャツの素材が今年からいろいろと変わりますよみたいな話も聞いたんですが、その辺教えてもらっていいですか。あ、はい、コットン素材のものと、うん、コットン特製ポリエステルっていうものと、うん、オーガニックコットンというのを3種類から選べるようになりまして、うん、はあ、それ応募した人たちが選んでいいよと。はい。聞いたことないのが、コットンタッチ再生ポリエステル、はい、何ですかこれ。あ、これはですね、昨年会場にて、着なくなった T シャツの回収を共同いただいた、株式会社 J プラン様 の、うん、ブランクアパレルというポリエステルを、ポリエステル T シャツを今年からデザイン
出させていただきました。あ、回収、着なくなった、まあ、古着みたいな感じで集めといて、それを再生したわけですか。はい、そうですね。はあ、地球に優しいですね。そうですね。僕も優しいのは僕も好きで、優しくなければ男は生きていけないって中村さん思ってるんですよ、僕。同じ。間違いないですよね。はい。はい、間違いないと思います。はい。へえ、そうか、そういう T シャツも選べるよということなんですね。はい。ねえ。そういうことは、T シャツ、アートの T シャツを飾るだけではなく、いろいろ皆さんにメッセージとして、そういう部分も中村さんたちも訴えてるということですよね。そうですね。うん、SDGs ともいろいろありますので、うん、そういうところも押していこうと。あ、ということですね。地球にも優しく、素材も大切にしていきましょうね、はい、ということですよね。はい。いいイベント、本当に。ありがとうございます。そうですか。ねえ。ちなみに、今年も、着なくなった T シャツとか回収するんでしょうか。はい、今年も開催しておりますので。じゃあ、いっぱい持っていけばいいわけですね。はい、お願いします。みんなのためになります、皆さん。はい、ぜひ持っていってください。はい。よろしくお願いします。では、イベントの詳細を僕の方から紹介してもいいんですか、中村さん。はい、大丈夫です。お願いします。はい。瀬戸内 T シャツアート展。はい。というタイトルです。T シャツ作品の募集締め切りは8月31日まで。結構まだまだありますね。そうですね。はい。8月31日までで、参加費は4500円からになっております。これだから、選ぶ T シャツによってもちょっとずつ変わってくるとか、そうですね。いろいろ写真だったり、デザインだったり、デザイン画だったりとかで、ね、少しずつ変わってくるってことですかね。T シャツの3種類によって値段が変わってくる。なるほど、なるほど。そういうことですね。はい。はい、なので、4500円から参加費 OK です。はい。で、応募方法は申し込み用紙または瀬戸内 T シャツアート展のホームページの応募フォームからデザインも申し込みできますので、ぜひ皆さんお願いいたします。瀬戸内 T シャツアート展の会期と会場、9月14、15、16、土日月がですね、二見シーサイド公園道の駅二見、そして9月21日土曜日、あ、21、22、23の土日月が梅新寺海岸今治です。そして9月28、29、土日が松山市の、堀之内公園、ここ南海放送ね、すぐ近くです。愛媛県民祭エーモンフェスティバルという、あ、そうか、あのフェスやってる中で展示を行うということなんですね。はい。はい、中村さん、この T シャツアート展以外でもお知らせすることがあるんですよね。はい。7月10日から7月30日。うん、で、洋鉄高島屋の5階紳士服売り場にて、ポップアップイベントを開催します。うん、今年の3種類の T シャツをサンプルも展示してますので、実際に触れていただけるようなイベントになってます。うん、なるほど。また7月20日21日 土曜日日曜日ですね。うん、は、専用のクレヨンで描いたイラストをその場でプリントできる T シャツイベントもやってますので、うん、でここで作った T シャツも瀬戸内 T シャツアート店への出店も可能ですので、ぜひ参加ください。もう自ら完成まで自分でやっちゃって、はい、アート店に参加もできますぜということですね。はい、そうです。あら、いいじゃないですか。これアート店の時って T シャツアートがダーッと並ぶじゃないですか。はい。作者の名前も出るんですか。そうですね、ペンネームみたいな形で出ますので、うん、あ、そうなんですか。はい。わあ。じゃあ僕絶対自分の名前で、いや、もし出すとしたらね。いやいや、そうですか。はい、まさかこれみたいな言われそうですけど。いや、でもまあまあまあ、それもまた一つ楽しみですよね。いや、そうですね。面白いの。8月31日まで。はい。ぜひ皆さん、はい、瀬戸内 T シャツアート展で検索して、チェックして、参加をしてください。よろしくお願いいたします。これだってあれですもんね。参加、はい、人数限定じゃないんでしょ。そうですね。うん。もう全然どしどし応募くださって大丈夫なので。これどうします、めちゃめちゃ来たら。そうですね、大変ですね。大変ですね、確かにね。はい、お手伝いする方もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、というわけで、すみません、お忙しいところ中村さん。
いえ、こちらこそ。ありがとうございました。はい、ということで、はい、瀬戸内 T シャツアート店運営メンバーの中村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、皆さんもぜひデザインを応募してみてください。瀬戸内 T シャツアート店運営のメンバーの中村さんにお話を伺いました。毎週月曜から木曜の午後3時からはこのパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのチップスまたはパル協定インフォメーションのページから、また Google、Apple、Spotify、Amazon のポッドキャストサービスから聞くことができます。さらに南海放送公式 YouTube チャンネルでも配信中です。番組終了後 1,2 時間で当日の放送が聞けますので、ぜひそちらでもお楽しみください。次回は来週月曜日のこの時間、西条市の話題です。ぜひ聞いてください。パルインフォメーションでした。